YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介するのはこちら。RV ビッグウッドさんのバンコン、スウィング N4.7 という車になります。乗車定員が6名、就寝定員が2名の車になります。こちらが前から見た映像になります。なんと、僕が乗ってるこちらのスウィングのニューバージョンということで、僕の愛車が新しくなりました。はい、外観はこんな感じ。こちらですね、ベースはハイエースのナローですね、標準ボディの車になってます。ビッグウッドさんのエントリーモデル、こちらのスイングの入隊 N の別展開の方法を教えていただきます。ビッグウッドさんの島田さんです。よろしくお願いします。ちょっと展開させていただきます。はい、特徴は横向きの座席になってますので、まあ、座った際にも通常の乗車のように2列目とか3列目のシートがあるわけではないので、まあ、スッキリとしているというのが一つ横向きの良さだと思います。乗れるようにしやすいです。走行中はこちら横向きに、こっちに3名。そうですね、こちら側の3名とこちらに2人、はい、で合計後ろが4名と前方の座席、運転席と助手席に2人乗って合計はい、後ろの前席シートベルトがちゃんとついてます。このシートを下に今隠してあるところですね。はい。はい、早速展開の方に。はい。お願いします。こちらの天板がフッとやると、まあ、簡単に外れます、ね。はい。で、こちらのコールもねじ込み式になってますんで、フックを解除してあげると外れるようになります、ね。はい。で、手すりもスポッと抜いてあげます。そうすると、先ほど外した天板がこちらに置けるようになります。おお、すごい。まあ、これがベッドの土台にもなるのでしっかりしてください。実はこちらの背もたれが脱着式になってますので、下からこう引っ張り上げると、パタンと大きくなります。バトルになってます。このまま前方に振る。で、こちらの隙間の背もたれを外して、置くだけです。両サイドの背もたれを外して、置くだけです。っていうのがありますので、余ったら枕にも座っていただく。おー、なるほど。これで大人が2名さん、まず寝られる状態ですね。あと8人で。もうちょっと広く寝たいなとか、はいはい、あとワンちゃんがもしかしたらここに落っこっちゃうかもっていう場合も踏まえて、この座面の下がですね、大きい収納になってるんですよ。あ、すごい。はい、こんな大きい収納になってんだ。はい、前からも扉がありますんで、あの物の出し入れは座面が入っていてもできるものです。なるほど、なるほど。で、この収納を損なわないように、実はもう一枚マットが隠してあります。なるほど、縦に。そうなんですよ。ここの入り口のところに置いてあげれば、ドア1階までと大きなベッドになります。もう十分だな。お一人だったら4人、3人くらいでも寝れてる。そうですね、ダブルベッド以上はあります。以上ありますよね。ダブルとクイーンの間ぐらいの感じ。そうですよね。約150センチぐらい。めっちゃいい。しかもベッドを配置しても後ろに、まあ、ギャレー部分ですね。確かに水道とか冷蔵庫とかいつでも使える状態になってますので、夜のどかわいたら冷蔵庫からドリンク取り出したりもできますし、シンクも電動ポンプで水汲み上げて立てますので、確かに水汚したり、はい、した後に早磨いたりもできるってことですね。やっぱり洗濯しすぎちゃうと、ベッドだけ作ったら全部埋まってしまうことも多いんで、これはいいわ。あとあれですね、このベッド、普段はこうベッド、ギリギリまでベッド作っておいて、例えば夜お手洗いしたいって言った時は、これパタンって。そうですね。最後に置いたベッドが大きくないので、このステップを使って入力ができる。そうですよね。これは便利。しかもここ外すとすぐ下のところに、あの、シューズボックスここですよね。はい。こんな感じで出るので、この辺りに座って、靴取って、そのまま外に出れる。スイングいいっすね。ニュータイプで改良されてます。そうですよね。片付けはもう一瞬。逆の手順ですかね。はい。
座席の下に車椅子を立てて方向にしようという画面を起こして、ここを背もたれにしよう。で、その背もたれのところマジックテープで止まるんですね。はい、止まります。出されます。順番を押して、ここを背もたれに戻します。すごい、あっという間、すごい。まあ、一時外に出て展開しなくてもいいんで、はい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 、雨の日とか雪の日でも、中だけで別途展開、元に戻すっていうことができます。あとそうだ、あの後ろ側の冷蔵、あ、エアコン、はい、そうですね。クーラーが、こちらニューカラーのですね、はい、冷風除湿機になりますね。今年から導入したんですけども、消費電力も200ワットぐらいになりますので、まあ、夜通しつけることも可能です。わざわざあの外部電源がなくても使える。そうですね、その先だったりをインバーター、まあ、それでも一緒になりますけど、導入していただいて、12ボルトを100ボルトに変換すれば使えますね。サブバッテリー、このクーラー使う場合はサブバッテリー何個2つ？そうですね、まあ、冷蔵庫も入ってますし、テレビなんかも利用されるっていうことも。そうか、テレビもあるのか。はい。まあ、追加バッテリーにしておくことはおすすめになりますね。ただまあ、サブバッテリーが3つも4つもなきゃ動かないよってことはないんですね。はい、それはいいっすね。はい。ありがとうございます。どうしてもコンパクトな車両になるんで、もともとは。今流行りの家庭用のインバータワゴンなどで室外機を入れて、本体を入れてっていうのは小スペースで済みますし。そうですよね、確かに。そのサイズがやっぱり、バタ車枠なので、駐車場を選ばなかったりとか、そういったメリットは、非常にこのキャンピングカーがありますね。しかもこのクーラーの排気口が、はい、あの冷風が出るところなんですね。そうですね。これでも、室内も冷やしてくれるし、はい、例えば、頭を反対側にしておけば、足元を冷やすこともできるし、はい、軽いんや。なるほどね。一回駐車場も入れる車高の高さです。あ、そうですよね。2.1 メーターぐらいだから。これ198しかない。あ、ちょっと標準だ。はい。そうだ。なので、これにソーラーをつけたりとか、マックスバーのデラックスなんかをつけても、2メーター10は切ってきますので。なるほど。はい。キャンピングカーとしての装備も十分に入る。それでいって、駐車場の高さも気にしないでいい。そうだわ。スーパーとか、もう、立体駐車場にも行けるってことですよね。すげえ。まあ、その判断ちょっと、天井が低いかなって思うかもしれないんですけど、一応、後ろに床下収納がありまして、はい、こちらだ。はい。確かにこうやって室内で外国人の頭は当たってしまうんですけど、はい。ここに床下収納が、やっぱり乗れるようになってます。おぉ、スピードが使いやすかったり。なるほど。振り返ると調理スペースもあったりするので、まあ、冷蔵庫から食材を取り出したりしたりちょっと切り分けて、この状態だとやっぱり腰を曲げなきゃいけなくなって、はい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 、まあ、膝をつかなければいけなかったりとなるから、ここに立てるっていう。これはいいわ。ご自宅のキッチンのようにそうですね。しかもこちら、ここを調理スペースとして、もちろんこれ、パタンと倒せば、ここも調理スペースとして使えるってことですよね。広々してます。で、後ろ側は、この、扉になってるので、はい、調理した煙とかの外にも出るようになってますもんね。そうですよね。はい。小窓もついてます。確かに。いやまあ、小さい車ほど結構工夫をしないと快適にならないので本当そうですね、確かに。まあ、そっか、まあ、さっきこっちで調理できるって言いましたけど、はい、こっちで調理をしてそのままここにご飯持ってくるってことですね。水使ったり調理をしたり、はい、そのまんまのこの動線ですよね。確かに。でこの下の部分があることによって発電、はい、以降が100ですね。水道とか調理スペースに面したところに対して160センチ以上カットしているので8ナンバーの構造要件にも適合してますね。あの法律する決まってるんですけど僕知らなかったんですけど、シンクのところは床下の高さから天井までが160センチ、はい、160
リアしない限りはこの標準ルートですと8ナンバーの登録ができないので、4ナンバーのままで貨物車登録になりますと毎年車検出さなきゃいけなくなる。なるほど、はい、そうか、車検は2年に1回良くなるってことです。なるほどね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。